様。くそ。さすがに疲れ気味。まあ座って楽にしてよ。ようこそ、子羊さん。ついにここまで生き残ったね。本当にすごいよ。いよいよ次で、この階層の最後の試練だ。いい加減散々な目に遭ってんだ。もう何が来たって怖くねえぞ。第14問です。姿が見えないのをいいことにメールで嘘をついたことがありますか？そうか、そっちか。質問は以上で終わりだ。さて、いよいよだね。あんたとはここでお別れだ。明日に待つ最上階カテドラルには、歴史上数えるほどの羊しか踏み入ってない。今世紀ではあんたが初めてだ。カテドラルの頂には赤い絨毯の敷かれた聖なる階段があるらしい。そこまでたどり着くんだ。大事なものを話さずにね。そうすれば自由になれる。大事なもの？よくわかんねえけど、先のことはその時だ。とにかく今夜はここを越えてやる。さっさと連れてけ。それじゃ最後の試練へと案内しよう。待っててくれ、キャサリン。いよいよ今夜の最終エリアだ。闇に光る穴の開いた黒い石は全てのものを吸い込むので要注意。ここを突破できれば終着点のカテドラルは目の前だ。調子はどうだ、ヴィンセント・ブルックス。誰だ？お前の罪は消えない。よっ
足はつかない。会社をやってるが、そっか、その声、お前、ヴィンセントだな。なんて巡り合わせだ。やはり呪われてるらしいな、私は。なんか掴んだのか。呪われたのさ、キャサリンにな。なんで呪いなんてことになんだよ。自分が一番わかってるだろ。復讐なんだよ、裏切りの。復讐？じゃあ、あんたの言うキャサリンって。おい、急げ！階層祭壇への道は終わりだ。じゃあ明日の健闘を祈ってるよ。もっともこれじゃ到底死ななそうだけどね。
寝不足なんだ。ひどい夢がここのところ続きやがる。生きた心地がしない夢だ。もがいてもがいて、なんかお金もんから逃げるんだ。おい、聞いてんのか。なあオランド、こんだけ見てるのに夢の中身はっきり思い出せないのってなんでだ。ん、ああ言われりゃ確かにな。あの感じ、なんか何も思い出せねえ。このところ増えている男性の変死事件、今日も新たな遺体発見です。亡くなったのは歯科医師スティーブ・デルホムさん42歳。夫人が寝室へ様子を見に行って遺体を発見したとのことです。遺体は他の事件同様、一晩の変化とは思えないほど異常に衰弱しております。まさか。おい、急にどうしたんだよ。あ、ねえ、ニュースの人、やっぱりそうなんだわ。ほら、ご近所の今朝警察来てたのよ。おかげでうるさくて。そりゃまた穏やかじゃないな。死んだ人、浮気者で有名なのよ。女房ほっぽって若いこと、しかも自慢げに周りに話してたの。まったく、なんて人かしら。親はともかく子供はえらく気の毒だな。さすがに子供はいなかったようだけど、でもどの道人でもしよう。おい、なんだよ。昨日夢で会った。あ、何が。思い出した、あいつだよ。夢の中で死んだんだ。あいつ、今のニュースのか。何言い出してんだお前。でも昨日の声、そうだ、思い出したぞ。あいつ呪いだって言ってた、裏切ったせいだって。おい、よしてくれ。つまりあれか、夢で殺されたって言いたいわけか。くだらねえこと。噂、本当にただの噂なのかな。毎晩夢見ちまうこれって。マジで言ってんのか。じゃあ裏切りって何のだよ。くそ、俺は誰も裏切ってねえ。ああくだらねえんだよ。ったく、寝不足で頭が回んねえだけだろ。起きてりゃそこら中から妙な噂ばっかだ。おかげでゆっくり寝れねえだけだろ。まあそうだな。そうだろ。俺は誰も裏切ってねえ。裏切られたのはこっちなんだからな。なのになんで。くそ、悪かったよ、全部気のせいだろ。ああくだらねえんだよ。ああ、お前の方はどうなった。浮気相手とは別れたのか。ああ、実はこれから会うんだ。デートの約束破ることになるけど、今日で終わりにするって決めたから。そっか、これが片付いたら俺正式にプロポーズするよ。つっても指輪とか変えてないんだけどな。いつだっていいだろう。まあ頑張れよ。ヴィンセントさんのあれ、何なんすか。ちょっとしとけって。あんなのにはさすがに絡みたくない。ああそう、聞いてほしいことあんすよ。俺実は昨日ついに大人になれたっつうか、ついに一皮むけてしまったんですよ。へえ、おいおい待て、誰とだ。いやそりゃご想像の通りっつうか。エリカ。バレました、申し訳ないっす。マジか。けどちょっと変なことがあって、なんかこう、まあ俺の経験不足っていうか気のせいだとは思うんすけど、そのそういやジョニーはどうした。 お前一人今日は来ないんすよ。最近えらい調子悪そうで。ああそっか。なんかみんな似たようなこと言ってますね。ヴィンセントのが映っちまったんだよ、ったく。あの、だから君に問題があるとかじゃなくて、他に好きな人がいるってこと。言おうと思いつつずっと言えなかったんだ。いろいろ迷ってることがあって、
そんな時に君と会って、それでつい逃げちまったっていうか。私よりその人がいいの？本当に悪いと思ってる。だけど大事にしなきゃいけない人なんだ。だからさ。大事って、それってまさかもう付き合ってるとか？ごめん。別にいいんだけど。え？別にいい？私が一番ならそっちの人とは適当に続けていいよ。私とは今まで通りってことでさ。いや、君は良くても俺は困るっていうか。なんで？なんでって、その実は彼女お腹に子供がいるんだよ。だから俺結婚することにしたんだ。嘘でしょ？それでもいいよ。私はあなたの彼女でいたいだけだから。無理だって、俺にはそんな真似は。君とはもう会えないんだ。会えないって、そんなのやだよ。ちょどうしよう、泣いてるよ。好きでいてくれればいいって、彼女でいられればいいって、この子の一途な気持ちを裏切って俺がつけ込んだようなもんだよな。多分勘違いしてんだよ。勘違いって。俺何の取り柄もねえし、金もないしさ、どう考えても俺君と釣り合ってねえじゃん。まだ若いから勢いだけで行っちゃってんだと思うけどさ。だからそんなの分かんない。ひどいのは分かってる。でも別れてくれ。いや、他のことなら何だってするから。他のことって何よ、バカにしないでよ。私死んでやるから。な、何言って。大丈夫？大丈夫に見えるわけ？話撤回してよ。それはできない。ごめん、本当にごめん。他のことなら。他のことって何よ。本当に頭くる。私あなたのためなら何だってできんのに。私があなたのこと守ってんのに、なんで離れようとすんの。バカなんじゃないの。バカです。やべえ、勘違いしてんのはそっちだから。あなたは私から離れたらダメなんだってば。それでも俺は。やめて、毒はやめて。なんなんすかあれ。この声ヴィンセントさんすよね。大丈夫なのか。何にせよますます関わりたくねえ。ヴィンセントさん大丈夫かよお前。そろそろ俺たち帰るけど、お前まだここにいんの？あ、エリカさん。ヴィンセント、もう帰ったら？ひどい顔よ。俺の
せいだよな。え？あの子にも嘘ついて、あの子も俺に騙されてたんだよな。これからはこんなことはしないって誓うしかないわよ。許されることじゃないけど、悪い夢だったんだって思ってさ。慰めてくれなくていいよ。彼女にもいつか正直に謝んなきゃな。黙ってていい話じゃない。いいから無理すんなよ。とにかく今日は早く帰ってゆっくり休みなね。うん、もう少し飲んだら帰るわ。今日はなんだか寝れそうな気すっから。うとび。え？あ、はい。マーサに用かしら？素敵な話をしてあげる。ある国では死因不明の死体が1年間で7万件上がるのよ。そのうち解剖して死因が分かるのはたったの 5% なのよ。え？ああ、そうなんだ。あの衰弱死は残りの 95% に入るのね。あの衰弱死で死んだ男は発表よりもずっと多いかもしれないわね。今朝はミスターダニエルが死んだわね。え？明日が楽しみね。明日？ミスターモーガンは自分を責めた。ミスタートートは自分を責めた。ミスターアーチーは自分を責めた。ミスターダニエルは自分を責めた。ミスアンナは自分を責めた。ミスタージャスティンは自分を責めた。だけど罪のない人間などいるかしら？ You got a mail. もう残高ギリすぎんだろ。でも指輪買わねえとだし、気合で貯めるしかねえな。とにかく明日だ。浮気のことちゃんとけじめつけたんだね。ああ、遅くなっちまったけどさ、大事なのが誰か身に染みたよ。好きは求めること、でも愛するって与えることでしょ。誰だって求めるのは簡単だけど、与えるのは難しいわ。カウンセラーでも始める気か？やだ、違うわよ。ほら、私って愛の伝道師だからさ。うぜ。そういえばリンから連絡あったわよ。家族にも会えて故郷で元気にやってるみたい。ヴィンセントさんも絶対に幸せになってくださいって。幸せか。ねえ、どうしよう。魔女はクラスメートなんだって。は？うちらの高校のクラスメートなの。校則とか教師とかダンスパーティーとか、もう絶対そうなの。何言ってんだ。へえ、全然気づかなかった。そっかそっか、あんな高校にね。
なんかエリカって楽しそうだな。どういう意味よ。まさかこれ、牛にいらしてたあのダニエルちゃん？あら、こんなことになるなんて。以上の方々です。続いて、第15エリアのウェザーアナウンスです。第15エリアは、明日より夕刻以降雨となります。お出かけの際には雨具をご用意ください。CM の後、引き続きこのニュースを繰り返しお伝えします。大丈夫ですか？かなりお疲れのご様子。自業自得だからな。でもいいんだ、けじめついたし。酒と女とサイコロは娯楽も苦痛も生み出す、確か誰かの言葉です。まあここにあるのは酒だけですが、体を癒すことですな。ああ、ありがとな。人の心っちゅうのは難しいですな。女の愛なるものは見ること触れることによりてしばしば燃やされずんば、幾ばくも保つあたわず、確か誰かの言葉です。誰かって誰だよ。ダンテでしたかな。とにかく今は燃え上がって見えても、時が経てば女心はころりと変わるもの。ま、大丈夫ですよ。なんだか今日は頭回んねえ。はあ、もうこんな時間か。体つらいし、そろそろ帰るかな。災難だったみたいだね。でもあんたの本当の試練はこれからだろ。え、今なんか、猫は9つの命を持ち、女は9匹の猫の命を持つ、そんな言葉もあるくらいです。女ってのはきっと強いんですよ。そういうのよくわかんねえや。今日はフェザーっているじゃん、女子プロレスの。こないだの試合の怪我のせいでここんとこ負け続きね。ふん、そうなの。エリカあんなのに興味あんの。別に、ヴィンセント最近ここで書けないなって。ここんとこ女子プロの試合ばっかだろ。女と女が狂気で殴り合うなんて見てていまいち楽しめねえんだよな。なんだ、そんな理由か。心配して損した。損したとか言うなよ。金もないんだけどな。見始めるとハマっちゃうわね、女子プロレス。強い女ってかっこいいし、私も入れないかな。無理だろ。あら、結構腕力には自信あるんだけど。決まったかい？な、何？
しれない。キャサリン、待ってるよ。スティーブは殺された。悪夢の噂はマジってことなのか。突然ですが、グラスの空いたあなたにカクテルの豆知識を一つ。ボトルやシェイカーなどを投げるパフォーマンスで派手にカクテルを作るフレアバーテンディング、19世紀のアメリカが発祥で、フレアとは自己表現という意味のスラングなんだそうです。カクテルの味だけでなく見た目の楽しさも提供してくれるなんて素敵ですね。そんなかっこいい姿を見せられたら、お酒がなくてもコロッといってしまいそうです。口説きたい相手を連れて行くなら、地味で寡黙なバーテンダーさんがいる店に限りますね。以上、今夜のカクテル豆知識でした。もうからっか。おい、エリカ、注文。飲み物追加するなら何か持ってくるけど。ラムコークな。はい、すぐ持ってくるね。お待ちどうさま。変なの俺だけじゃないみたいだし、心配だよな。初めから話せていればこんなことになってなかったかもな。もうからっか。まだ飲むの？いや、いらねえ。呼んであげよっか。体まだ痛えな。もうちょっといるか。ねえ、一人で帰れる？大丈夫だよ。今日はなんか寝れそうな気がすっから。うん、きっとぐっすり眠れるよ。なんか迷惑かけたな。店長にもよろしく言っといてくれ。じゃ、またな。